わ。もう汚しちゃって顔。クイックターンターンターン、クイックターン。おお、ダッシュ。嬉しいの、嬉しいの。あんま走っちゃダメだって先生。早帰ってくんぞ。おい、小山さんも来るぞ。最高ですね、今日も絶好調ですか皆さん。今日も絶好調。今日はね、和山さんが来るんですよね、お昼に、生ライブ中継、ぜひ楽ちん TV ご覧になってください。チャットご参加ください。そしてあわよくば登録ボタンをポチッ、グッドボタンポチッと押していただけると幸いでございます。ハードを上げていきましょう。ハードを上げていきましょう。波動が全てです。全て絶好調です。どんな時も学びがあるんで、魂を成長させるのが人生の目的であります。自分の魅力を上げていくことですね。魅力。魅力はどういう風に上げていくかってね、年取っていくんだ、どうやったってね、ルックスだってね、年老いていくんだから、じゃあどういう風に可愛いおじいちゃんおばあちゃんになっていった方がいいと思うんですよね。魅力的な、魅力的にどん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 魅力的になる。年取れば年取るほど魅力的じゃないと悟りを開いてるようなね。私こうやって喧嘩してるようじゃダメですよ。ねえ、渡るさんとも話したんだけど。
たまえ、清め、たまえ、守り、たまえ、幸え、たまえ。洗い、たまえ、清め、たまえ、守り、たまえ、幸え、たまえ。昭和40年4月4日生まれ、関秀樹、雨の皆かにし様、お助けいただきまして、ありがとうございます。よいしょ。なんか耳どうしたお前、耳曲がってるけど、耳見ない、見ない、見ない、おいで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 、どうしたこれ、耳なんか、ん？どうしたの？ちょっとお医者さん行こう。ちょっと家帰ったらね、耳の中きれいにかなりダメだね、切ったの。賢いなぁ。散歩コース分かっちゃってて。おい。自分を幸せにするのは自分です。不幸にするのも自分です。自分を不幸にしている人っていうのは自分をバカにしてるんですよ。子供のところに誰かにバカにしたら誰かに、
なんか言われた、傷ついた、それ心の傷、それをずっと忘れられないで、なんだろうな、見返したい、証明したい、自分は違うんだ、その傷ついた心を分かってもらいたい、だからこそ何かをしないと自分が証明できないと思って頑張るんですね。だから幸せになれないですよ。そのままでも幸せなんですよ。何をしてなくても幸せ、何かしたらもっと幸せですけど、だからなんだろうな、そのトラウマ、子供の時のトラウマにとらわれて、何かしよう、何か証明しようとしてるとしたならば、それは間違いですよっていうことですよ。俺が言いたいのはですよ、人間はもうそのままの存在してるだけで素晴らしいんですから、存在してるだけで存在価値があるんですから、生まれただけで素晴らしいんですよ。生まれた時にどれだけの人が私たちの生まれたことを喜んだか、ね、うちの母もそう、おばあちゃんおじいちゃんもいましたね、うちの親父の方のおふくろの方のもおじいちゃんおばあちゃんもみんないました。親父の兄弟もみんな喜んでくれました。おふくろの兄弟もみんな喜んでくれました。それだけの人がみんな喜んでくれたんですよ、俺が生まれた時に。だからね、それを忘れちゃダメですよ、俺はね。そう、その人たちにとっては大事な人間なんで、俺みたいな人間でもね、その人たちにとっては俺みたいな人間でも大事な人間なんで、自分を大事にしないとね、自分を大事にしないと、であと誇れるような自分でいれるような努力、普段からの行い、そのね、自分をね、誇れないような行いはしないことですよね、と思います。今からワンちゃん吹きます、ワンちゃん吹きます、ということでございます。よいしょよいしょ、はい、やなの、やなの、やなの、そんな顔して。